とうございます。今日はよろしくお願いします。まあ、キャンプから何回か一元に対応してもらってるんで、まあ、すごいなとは思います。まだあんまりしないですけど、多分投げる前は多分すると思います。なんか大谷さんがすごいって言ってたんで、楽しみにしたいなと思います。まあ、ストレートが自分の一番の武器だと思うんで、まずはそこをしっかり、投げられたらいいのかなと思います。お疲れ様でした。よいしょ。できればいつも通りって感じで試合まで準備したいですね。若々しいピッチングしてほしいなと思ってね。で、相手もね、昨年日本一のチームでしょ。そこに対して自分のボールをどう、投球していくか。なんかこう綺麗なピッチングをするっていうよりかは、もうなんか迫力のある相手をこうねじ伏せるよね。なんかそういう強気のピッチングみたいなと思いますね。よろしくお願いします。皆さん、締めの時間でみんなで一番です。応援してみましょう。ここからは後半戦、ブリーズ・ファンテン。お疲れ様でした。あ、そうですね、2イニング目のところから、力みが悪い方に出ちゃったっていうか、カウント悪くしてまっすぐ打たれるっていう自分の悪いパターンじゃないですけど、そこが生まれちゃったんで、まあ、でも1軍でマリに投げれたっていうのは大きな経験なので、まあ、次にしっかりと生かしていけるようにやりたいなと思います。だから6回の登板も圧巻でしたもんね、三者凡退。そうです、まあ、でも2イニング目取られてしまったんで、まあ、やっぱ課題は、潰していかないとかなと思います。今日オープン戦投げさせてもらって、まあ、シーズン始まって1日でも早くやっぱこの1軍で、勝ちたいので、まあ、そのために今日出た、まあ、追い込んでからだったり、追い込むまでの形、ストライク先行だったり、そういったところをしっかり、これから潰していければいいかなと思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。